二階,二階都市広、二階都市広、二階都市広、1939年2月17日帯は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院、議員、12期。自由民主党幹事長、第48代、志卒会会長、第5代。和歌山県議会議員、2期、運輸政務次官、第2次山内閣、細川内閣、運輸大臣。 第75代、第76代、北海道開発庁長官、第69代、第70代、保守党幹事長、第2代、保守新党幹事長、初代、自由民主党総務局長、経済産業大臣、第6代、第9代、第10代、自由民主党国会対策委員長、第48代、自由民主党総務会長、第46代、第53代、 自由民主党選挙対策局長、初代自由民主党国土強靭化対策本部長などを歴任した。1939年2月、和歌山県五房市新町に生まれる。父親の俊太郎は和歌山県議会議員だった。父は仕事が忙しく、父と一緒に遊んだ経験がなかった。母、菊江は、医師、国母良介の娘で、当時まだ珍しかった。 女性医師だった。稲原小学校に入学し、終戦後、ごぼう小学校に転入した。ごぼう中学校に進学した2回は、ある時、外郭団体の主催する弁論大会のメンバーに選ばれ、ブラック差別問題を主題にした、島崎藤村の社会小説、会を引用し、人権問題について演説した。和歌山県立日高高等学校を経て、 中央大学法学部政治学科に進学する。法学士号を取得して卒業後、静岡県選出の衆議院議員で建設大臣を務めた遠藤三郎の秘書となる。遠藤の死後、和歌山県に戻り、1975年4月13日に和歌山県議会議員選挙に立候補して当選し、連続に来務めた。 1983年12月18日、旧和歌山2区から自由民主党公認、田中派で第37回衆議院議員総選挙に立候補する。53,611票を獲得し、2位で当選を果たした。以後、現在まで連続当選を続けている。 田中角栄に対する配慮とし、遠藤三郎がかつて藤山派に属していたために、江崎雅美に近いことから竹下派結成には参加しなかったが、その後、奥田敬和ら中間派が竹下派に参加したことを、慶喜自身も参加した。第39回衆議院議員総選挙が行われた直後の1990年2月、第2次山内閣で運輸政務次官に就任。 1992年の竹下派分裂時は、小沢一郎に同調し、羽田派に参加する。1993年、宮沢内閣不信任決議案に賛成して、自由民主党を離党、小沢らと共に、新政党結成に参加した。総選挙後に発足した細川内閣で、再び運輸政務次官に就任する。細川内閣での政務次官時代は、 社会党の運輸大臣、伊藤茂を差し置いて、影の運輸大臣と呼ばれた。細川、羽田政権後、新進党にも参加し、明日の内閣建設、運輸、国土政策担当などを務める。小沢側近として、小沢の党首選出にも尽力した。1996年10月20日。 第41回衆議院議員総選挙で、新設された和歌山3区から立候補し、自民党、政和県の現職のダメを破り後連続当選を果たす、野川比例復活したが、後に連座制を適用されて失職した。1998年、新進党分党後も、小沢側近として自由党決闘に参加した。自由党国会対策委員長として、 自治連立政権樹立に動き、1999年の小渕第二次改造内閣で、運輸大臣権北海道開発庁長官として、初入閣した。2000年4月、自由党の政策が実現されないとして、連立解消を主張する小沢ら連立離脱派と、田本若地、野田武氏や大岸陰ら連立残留派と共に、保守党を結成する。 自公保連立政権に参加し、小渕内閣を引き継いだ、第一次、森内閣で、海油大臣権北海道開発長官に留任した。同年7月、保守党国会対策委員長に就任。2001年、保守党党首の大木が野田に、遠くの座を譲ったことから、保守党幹事長に就任した。2002年、保守党の後継政党である。 保守新党でも幹事長に就任したが、2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙で、保守新党は代表の熊谷博士が落選するなど惨敗し、自民党に吸収された。各市で2回は、約10年ぶりに自民党へ復党することになる。自民党への復党後、旧保守新党の議員らで新しい波、2階グループを結成して会長に就任。 2004年9月、自民党総務局長に任命される。以後、自民党が下野する2009年まで、ほぼ一貫して、政府や党の要職の座につけ、政界再編期の離党で戻り組みの中では異例な存在であった。2005年5月、内閣総理大臣、小泉純一郎の意向により、自民党総務局長を兼任しながら、衆議院優勢民営化法案を審議する。 特別委員会の委員長に就任する。優勢国会では、優勢民営化法案の衆議院通過に尽力した上、その後の優勢解散による第44回衆議院議員総選挙では、選挙責任者の総務局長として、候補者擁立などに奔走し、自民党圧勝の功労者となった。この大勝利をきっかけに総務局長の地位が見直され、地位向上が行われるようにもなった。 またこれによって、比例当選議員が中心ではあるものの二階派の議員数増加することになり、二階は一定の政治的影響力を持つことになった。総選挙での功績を買われ、2005年10月に発足した第三次、小泉改造内閣に経済産業大臣として入閣する。2006年9月、小泉の自民党総裁任期満了に伴い安倍新造が総裁に就任し、 民主党代表、小沢一郎への対策として、自民党国会対策委員長に任命された。2007年8月、党三役の一角である、自民党総務会長に就任。その直後、自らが代表を務める和歌山県第三選挙支部の政治資金収支報告書未記載問題が発覚する。2007年9月14日、自民党幹事長、 麻生太郎の総裁選挙立候補を受け、自民党役員会において、2007年自民党、総裁選期間中の幹事長職務を一任された。9月24日、福田康夫が総裁に就任し、総務会長に留任することが決まった。2008年の福田内閣改造に伴い自民党、総務会長を退任し、福田改造内閣に経済産業大臣として再任された。 2008年9月24日に発足した麻生内閣でも経済産業大臣に再任されている。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙に出馬した際は公明党の推薦も受けて9回目の当選を果たし、同年10月には自民党幹事長のもとに新設された自民党選挙対策局長に就任。 自身が会長を務めていた二階グループは、総選挙で二階本人を除く、衆議院議員が全員落選し、参議院議員二名と合わせて、総勢三名となったことから、派閥の維持が困難となった。このため、11月5日に全員が志、志卒会、伊吹派へ合流し、同日付で二階グループは解消された。同年12月に、西松建設事件で、 政策秘書が政治資金規正法違反で略式基礎となったことを受け自民党選挙対策局長を辞任する。2012年12月、伊吹文明が衆議院議長への就任に伴いし、卒会、伊吹派会長を退任。公認として二階が同派会長に就任し、志卒会は伊吹派から二階派へと衣返した。2013年第二次。 安倍政権下で衆議院予算委員長に就任。2014年9月第二次安倍改造内閣発足と同時に行われた党役員人事で党総務会長に再任される。党四役は派閥を離れるとの慣例により、二階は志卒会、二階派会長の職を退任し、同派会長は空席とされた同派の指揮は会長代行の河村武雄が務める。 2016年8月3日の第3次安倍第2次改造内閣発足と同時に行われた当役員人事で自転車で転倒して入院した谷垣定一の公認として自民党幹事長に就任した。就任時の年齢は77歳と5ヶ月であり、歴代の自由民主党幹事長の中で最高齢の就任であった。2017年8月3日の 第三次安倍第三次改造内閣発足と同時に行われた党役員人事でも党幹事長に留任し記者会見でしっかりと党をまとめる努力をしたい皆さんから意見を頂戴しながら党運営やっていくと抱負を述べた新中派の有力議員の一人であり北京オリンピックを支援する議員の会にも所属した保守新党時代には地元 和歌山県田辺市の新城総合公園に、江沢民が自筆で書いた、東高公園牧林友好の文字と、自身も参加した2000年の日中文化館高校流施設団に対して子が発表した重要校を刻んだ日中国交正常化30周年記念碑の混流を計画し、新東京国際空港や全国各地にも同様の石碑を混流する心づもりであったが、 地元市議らの猛反対にあったため頓挫した。新幹線の中国への輸出に関し、訪中時に新幹線担当の国家発展計画委員会主任、大臣、蕎麦委さらに中国大使陳建に対し、日本は中国から文化を教わり、その延長線上に今日の日本の繁栄がある。その中からたまたま新幹線の技術を開発した、この技術が 中国の発展にもしお役に立つならば、どうぞ一つお使いください。積極的に協力しますと発言した。東、シナ海日中中間線でのガス電開発問題では、外務大臣、麻生太郎が、中華人民共和国によるガス電開発強行に、断固対応する姿勢を示すと、この、日本の対応に、こそ、問題がある、強行に対応するらが手にやればいいと述べた。 当時の経済産業大臣、中川翔一は、帝国石油に、東、品海ガス電の支出許可を下ろしたが、公認として2階が、経済産業大臣になると、支出は中止された。NPO 法人日中国会議員書画店、実行委員会が運営する日、中国会議員書画店へ書画を提供している。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙後に、 自民党元幹事長、小鎌こと、元内閣総理大臣、森吉郎らと共に、新たな日中友好議員連盟の結成を予定していると報じられた。同年7月4日、中華人民共和国大使の王妃と大使皇邸で懇談し、日中友好に関する協力を求めた。日中国交正常化35周年に合わせて、日本と中華人民共和国が進める、 2万人交流、プロジェクトが207年秋にも達成されるのに合わせ、双方で記念式典を開催することで一致したとされる。2007年10月12日、その行事記念として中国人民解放軍交響楽団の日本公演が行われた。2015年11月、ボアオアジアフォーラムを支援する日中友好団体として日本ボアオ会を立ち上げ、 自ら会長に就任、発起人には前経団連会長の三田来藤夫や、タレントの高木美穂らが名をネタ。2017年5月、中国国家主席、習近平の唱える、一帯一路をテーマにした絵の出席のため、戦略的語形、関係を重視する旨が書かれた、内閣総理大臣、安倍晋三の新書を携え、代表団団長として、経団連会長、 坂木原貞之や経済産業副大臣、松村義文、内閣総理大臣秘書官、今井直也らを引率して訪中し、日本も積極的に協力をする決意を持って伺っている。日本は一帯一路最大限協力すると述べた。また、同サミット直前に行われた北朝鮮のミサイル発射については、こういう日に北朝鮮の行為は許されるものではない。強く、 日本国としても自民党としても抗議する日中両国を含む北東ア地域及び国際社会の安全保障に対する明らかな挑発行為が日本は中国と緊密に連携すると述べた。ただし同サミットには北朝鮮の閣僚級も出席しており同サミットに代表団を発見していたアメリカ合衆国政府からも中国に懸念は表明されていた。 同じく中国の主導するアジアインフラ投資銀行 A ブについても参加をどれだけ早い段階で決断るかだと発言した。2017年8月に自民党、公明党と中国共産党の間で行われた第6回日中与党交流協議会では一帯一路への協力を具体的かつ積極的に検討するとする共同提言をまとめた。 2017年12月での第7回日中与党交流協議会への参加のための法中で中国共産党中央投稿で講演した際に現代日中関係の基礎である戦略的互恵、関係を共に未来を作る競争に格上げすることを称した。また、大国である中国とそれを追う日本が協力し、時に競争することも必要とも述べてる。 2017年12月、聖火大学から名誉教授の称号を授与される。尖閣諸島問題に関しては、棚上げ論者である。2015年2月、1400人の訪問団を率いて、韓国入りし、慰安婦問題解決を迫る、大統領牧金恵みに、積極的な努力を約束した。 過去の数々の韓国に対する功績に対して、韓国から最高位の国家勲章、均等産業勲章、一等級を授与されている。日韓議員連盟上任幹事も務める。産経新聞前、ソウル支局長の交流問題、産経新聞韓国大統領名誉毀存問題では、我々から、新聞社の判断や韓国の司法がどうだとか、言うべきことではないと発言している。 河野談話の見直しについては、軽々しく口にすべきではないとして否定的な立場を示しており、元衆議院議長、河野洋平の国会招致についても反対している。故郷であり、自らの選挙区である、和歌山県に、金忠義の石踏みを混流している。金忠義は、日本兵であったが、文禄、慶長の役の際に、朝鮮側に寝返り、日本側と戦った人物である。 2015年に都刊した際、ソウルで開かれた韓日友好交流行事でも、モデルとして金忠義の例を挙げ、日韓友好を訴えた。2003年2月11日、聖華大で大統領秘書室長、牧佐都志元と会談し、在日外国人に対する参政権について実現に向け、引き続き努力すると述べた。2003年2月11日、 生話台で大統領秘書室長、牧佐都志元と会談し、自身が韓国の国立墓地、秋田台に参拝したことを紹介した上で、靖国神社に代わる新たな追悼施設について必要性を改めて認した。実現のために努力したいと述べた。その一方で、4月22日には靖国神社に参拝している。しかし一方では、 世界津波防災の日の制定に反対する中国や韓国に対し日本が提案しているというだけで反対したがる特殊な国民性があると名指しで苦言を呈したこともある。2017年6月10日には木浦もっぽしであった韓国国会議員らとの会合で挨拶し日韓の関係改善を妨げる動きが両国にあるとの認識を示した上で一握りの 悪だくみをする連中は、撲滅をしていくように、韓国の中にも一握りだけでもいるかもしれないが、見つけたら、撲滅してと述べた。自由党、保守党時代に、国会対策委員長を務め、自由民主党でも、国対委員長を務めた。1999年の通常国会では、自民党国対委員長の小鎌子と、公明党国対委員長の草川翔造と、しばしば混乱し、 三人は当時の流行家、団子三兄弟をもじって団子を三兄弟と呼ばれた。二階はこれを逆手に取り、自由党国体副委員長だった西川太一郎主催の形で団子を食べながら国政を語る団子の会を企画した。団子の会は会期末間近の8月8日に開催され、三兄弟揃って参加することで結束をアピールした。 自治校連立政権成立に3人は大きな役割を果たしたとされ、その後も堅いパイプを誇った。このため2階は、党内派と派の重鎮である一方、調整や根回しに優れる数少ない親分派だの、当人派というかを持っている。長谷博氏によると、その人脈と調整力と勝負感の鋭さと気配りは、注目の一致するところであるという。 同じく派生によると、2005年の郵政国会では、民主党の筆頭理事、イコール中井博士の弱みを利用し、中井の顔を立てる形で採決に協力させた。2006年10月9日に北朝鮮が核実験を行ったが、2回はあらかじめ6日に、週末に北朝鮮が核実験をもしも言ったら、世界で唯一の被爆国である日本は、 強い抗議声明を国民総意として世界に発信しなければならない。そのためには、与野党の国会対策責任者がその準備をしておかねばならない。土日祝日だからといって、危機管理の対応がおろそかになってはならん。いざという時には休日であっても集まって、本会議を開く準備をしておこう。と各党の国対委員長のもとに出向き頭を下げて、用意していた。その結果、 翌10月10日に核実験への避難決議を全会一致で採択させることができたという。松並健志郎によれば、日本共産党の議員とも人間的な信頼関係で結ばれているという。2008年8月28日、民主党議員らが改革クラブ、現、新党改革を旗揚げしたが、以前より2回は切り崩し工作を行ったことがこう、そうしたとする報道もある。 積極財政派と見られている。ある政府関係者は、二階氏は、スピードとボリュームのある財政出動でデフレ脱却を目指していると評している。2016年、安倍晋三首相は、翌年4月に予定していた、消費税率10%への引き上げの延期を表明したが、二階は、早い段階から増税を延期するように首相に求めていた。2017年8月に、 当選2回の衆院議員29人による日本の未来を考える勉強会から消費増税凍結を求める提言書を渡された際は2回はどんどん発信してほしいと歓迎した。拙速な基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化にはそもそもの財政規律目標である債務残高の大国内総生産、GDP 比の改善の障害だとして反対の立場を取り、 日本経済復活の会の会長尾の聖子は、正論と評価している。選択的夫婦別姓制度導入の是非について、2014年の調査で、どちらとも言えないと回答していたが、2017年の調査ではどちらかといえば、賛成、としている。グリーンピア南旗、和歌山県の跡地開発をめぐり、所有する那智町に、中人民共和国のリゾート会社、 香港ボアオを紹介したのは地元政界に強い影響力を持つ2階だと報じられている。跡地は賃貸後の2015年に無料で業者へ譲渡されるという異例の契約となっており、地元で批判が高まっている。グリーンピア跡地の大半が公募で受け負い先を決めている中では異例だった。その後、資金難を理由に開発計画を先延ばしをしようとした。 ペーパーカンパニーとも報じられた、香港ボアオに対し、ナチカツウラ町議会は、債務不履行を理由に契約解除を決めた。だが、違約金などで長引く、可能性があり、そもそもこのような会社を紹介し、圧力をかけた二階に対する疑問の声は地元ですら、多いという。香港ボアオ側もナチカツウラ町長も二階に紹介を受けたと証言しており、 自分は関係ないとする二階の態度に疑問が持たれている。2008年9月22日番から23日明け方にかけて東京都の妊婦の容態が急変し受け入れ先が見つからなかった事件に関連して経済産業大臣として政治の立場で申し上げるなら何よりも医者のモラルの問題だと思いますよ。忙しいだの、人が足りないだのというのは 言い訳に過ぎないという見解を表明した。経済産業大臣在任中の2006年3月1日、第164回国会衆議院予算委員会、第7分科会で、吉井秀勝、日本共産党から福島第一原子力発電所など43機の原子力発電所における津波対策の不備を指摘され、冷却水槽室による露心溶融の危険性を警告された。 この時、二階は、吉井に対策を約束したが、原子力安全、保安院によれば2010年時点で改善はされていなかった。ブラック差別の法規制を検討している。2015年11月16日、東京平川町のホテルで、人権課題解決に向けた和歌山研修会と、銘打った人権フォーラムが開かれた。約400人が参加した。実行委員長として、 挨拶に立った二階は、法規制について、結婚、就職問題で現に苦しんでおられる人が存在するのであればもう済んだ、終わったとか無責任な言葉で解決できる問題ではないと思っていると話した。ブラック差別解消推進法の成立後、文白文衆院議員や自民党和歌山県議らを引き連れ、数十年にわたり親しくしてきた間柄であり、長年にわたり、 同法の必要性を訴えてきた子、中澤俊弘、ブラック解放同盟和歌山県連合園執行、委員長の自宅を訪れ、同志の仏壇に手を合わせ同法の成立を報告した。2018年4月、日本体育大学から名誉博士の称号を授与される。自民党本部で、クジラの料理を提供することを発案するなど、 商業捕鯨の推進派であり、2018年12月26日に30年ぶりの本格的な解禁を日本政府は決定し、異例の国際機関脱退である国際捕鯨委員会、いいからの脱退も発表した際は、近代捕鯨発祥の地山口県下関市と古式捕鯨発祥の地和歌山県大地町を地盤に持つ安倍首相と二階の遺行が働いたとされ、大地町では二階を、 神様と称える動きもあった。夫人とは2018年12月26日に死別している万77細胞つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。